今日も iPad でクリエイトしますか？皆さんこんにちは、平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。本日なんですけども、最近見つけた iPad mini 6におすすめの周辺機器ということで、みんな大好き iPad 6ね、まあ、僕もすごい大好きで毎日使ってるんですけども、この iPad mini 6と一緒に使うと便利だなと思った周辺機器っていうのを最近ね、いろいろ見つけまして、まあ、それらをまとめて4つぐらいですかね、一挙にご紹介していこうかなというふうに思います。一応今回 iPad mini 6用っていうふうに銘打ってるんですけども、一部ね、 iPad mini 6にしか使えないものもあれば、ほとんどの場合はね、他の iPad でも使えるんで、ぜひね、 iPad ユーザーの方多くに見ていただけると嬉しいなというふうに思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけでまず一つ目は充電データ転送用のケーブルですね。こちらね、メーカーさんからレビュー用に送っていただいたものなんですけども、これめちゃめちゃいいなと思ったのでご紹介させてください。それがですね、こちら、じゃじゃーんと、こちらメーカー名がマグテイムっていうのかな、海外の中国のブランドなんですけども、そちらのオーマグケーブルっていう風な名称の製品になっております。詳しくこれからご紹介していくんですけども、最大の特徴はもうパッケージに書いてる通り、このケーブルの中にマグネットが入ってるんで、使ってない時にこうやってくる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 丸めて置いておくことができるんですよ。まあ、これによってケーブルがごちゃごちゃ散乱することを防いでくれるっていう風な、非常に取り回しのいいケーブルです。実際の製品こんな感じでして、本当にね、このくるくるくるっていう風に丸めた状態で保持しておくことができる製品なんですね。で、これケーブル自体結構硬い素材なんですよ。マグネットも入ってるんで結構硬いです。なのでこうやって丸めて置いておくと、こうやってね、伸ばして使うこともできるし、すぐだったらこのままね、ピュッと戻すだけで最初の形に戻ってくれますと。で、もちろんね、ちゃんとまっすぐに使いたい場合はグッと伸ばすとね、まっすぐになってくれるんですけども、形状を記憶してる間ってのもね、こうやってすぐにまとめることができると。これめちゃめちゃ便利じゃないですか。本当にね、こんな感じで持ってグーッと伸ばして普通に使用して、このね、形状を記憶してくれてる間はまたこうやってですね、近づけるだけでスッと戻して簡単に収納することができると、まあ、こういう形の取り回しの非常に優れたケーブルとなっております。で、今これぐらいの大きさの円にしてるんですけども、これね、ちゃんと形状変えることもできるんで、例えばもうちょっと大きめの円ね、ゆるっとした円を描くときはこうやって大きく巻いていくと、はい、こんな感じでさっきより一回り大きな円としてまとめておくこともできます。で、またこのままね、ちょっと置いとけば、このケーブルがこの円の形にね、馴染んでくるんで、またさっきみたいに取ってもすぐに戻るようになります。こんな感じですね。こうやって折りたたんでおくことで持ち運ぶときにもすごく便利だなと思うし、特にデスクの上とかで使ってないケーブルがそのまま放置してると、結構ね、ケーブルがこうくるくるなっちゃってごちゃついて見えると思うんですけども、こうやって置いとくだけでもかなりまとまった印象があるので、これも非常にいいなと思います。で、さらに円形になってるんで、どっかに引っ掛けておくときもこの形状のまま使いやすいっていうのもいいですよね。コードクリップとかを使わずにこうやってひとまとめにできるっていうのが非常にいいなと思います。あと僕が使っていてこれがいいなと思ったのは、例えばデスクの上で外部ディスプレイと接続するための USB-C ケーブルとかってあると思うんですけども、例えば片方だけを外部ディスプレイに接続しておいて、もう片方を使ってない時でもこうやって先端をくるくるっとしておくと全然散らかって見えないんですよね。必要な時だけケーブルをわざわざ出し入れすることなく置きっぱなしにできると、これ非常にいい使い方だなというふうに感じました。ケーブルバリエーションもかなり豊富で、今回ご紹介してるこの USB-C2C とか USB-A2C とか C2 ライトニングとか、一通りの規格が揃ってるし、それぞれに対して1メートル、1.5メートル、2メートルぐらいのバリエーションもあったので、自分のニーズに合わせて選ぶことができると思います。で、さらにですね、今回もう一つ送っていただいたのがこちら、ブラックの仕様なんですけども、これ実はサンダーボルトに対応してるんですよ。サンダーボルトに対応することによって、高速充電はもちろんのこと、データ転送が最大 20Gbps っていうね、かなりのスピードでデータを送り合うこともできるんですね。で、さらにこのケーブルの場合は 8K60Hz までの画面出力にも対応しています。本当にもう全部入りのケーブルなんですね。ケーブル自体も見てもらったら分かると思うんですけども、かなり太めでこうね、ゴワッとしてるんですよね。マグネットが入ってる分結構固めになってるんで、すぐケーブルが断線しちゃってダメになるっていう心配もないのかなというふうに思います。まあ、その反面ね、これトレードオフなんですけども、しなやかさって点ではちょっとね、他のケーブルよりも硬いので、こうちっちゃくギュッと折り曲げたいって時には向かないのかなというふうに思います。この辺は一長一短があるなというふうに感じます。で、ケーブルの価格がこの USB-C2C のものでだいたい4000円ぐらいから、
でさっきご紹介したサンダーボルトに対応したものが6000円ぐらいからと、だいたい同じスペックで販売されているアマゾンの安いメーカーのものよりはちょっとだけ価格が高いかなというふうに思います。まあ、でもその分ね、こうご紹介したような一つにまとめる機能って非常にこれ便利だなと思ってるんで、例えば机の上とかのケーブルだけはこちらのオーマグケーブルを使うとか、そういうふうにしていただくと便利かなというふうに思います。正直最初はね、アイデア製品として結構面白いなと思って使ってみようかなと思ったんですけども、実際届いて見てみるとケーブル自体の品質もかなり高いので、これはですね結構個人的にもおすすめしたいなというふうに思いました。そしたら次は2つ目は iPad mini に使える持ち運び用のスタンドをご紹介しようと思います。それがですねこちら、じゃじゃーんと、これユーグリーンさんのマグネット式スマホスタンドっていう製品です。これね、見てもわかるようにスマホのスタンドなんですよね。 iPhone の後ろのマグセーフとかを使ってスマホをねこう空中にキープするようなスタンドなんですけども、ちょっと実際に物を開けてみましょう。はい、というわけで取り出してみると説明書が入っていて、でマグセーフに対応してない場合はこういった背面にマグネットリングをつければ使うことができますよと、まあ、こういったリングも入ってます。で、感じのスタンド製品がこれなんですけども、とにかくねめちゃめちゃちっちゃいです。このままね持ち運ぶことも全然問題なさそうなぐらいコンパクトで、重さもねそんなに重くないですね。本体は金属仕様になってて結構ね剛性はありそうな感じ、高級感もありますね。底面は滑り止めのゴムが貼られています。でこれ折りたたみ式なので、こうやってヒンジをよいしょ起こすと、結構ねこのヒンジもがっちりしてるんですよ。さっき触ったんですけどね、こうやってがっちりしてて、ここに iPhone とかを本来はね貼り付けて固定するように使うと、まあ、こういった製品です。実際ちょっと iPhone つけてみましょう。ここにパチッとすると結構ガチッとしっかりくっつきますね。で、磁石なんで回して横に固定することもできます。このままスタンバイモードで使ったりするのも便利そうですよね。で、今回僕はこの iPhone 用に買ったんじゃなくて、これね iPad mini でも使えるんですよね。ちょっとね SNS 見たらこれを iPad mini 用のスタンドに使ってる方がいらっしゃったので、僕もね買ってみて試したんですけども、普通に使えたんで、これちょっとね紹介しようと思いました。こんな感じで iPad mini の背面にリングをつけてますね。 iPad mini はマグセーフ対応してないので、こういう風なマグネットリングが必要です。付属してるものを使ってもよかったんですけども、僕ね付属してるかどうか分かんなかったんで、一応ね別メーカーのこの ESR さんの同じようなリングですね、リング2つ入りのものを購入してます。ただね付属のものも十分だと思いますよ。で、この iPad mini をですね、この接着面合わせてマグネットでパチッとやると、はい、こんな感じで iPad mini 固定することができます。もちろんこれ横向きもですね、角度変えると簡単にくっついて、でこれ意外と強いです。こうタップとか押し込んでも全然ね落ちる気配はないので、普通にこのまま iPad mini 操作することもできるんじゃないかと思います。で、ヒンジの角度としてはちょっと試してみるんですけども、低くするとよいしょ、こんな感じでかなり低い角度を作ることもできますと。ほんとこんな感じでアップルペンシル書くような角度を作ることも全然できるんで、このままねペン押し込むのも全然できると思います。かなり今ね画面がちょっと液晶がこうじわっとするぐらい押し込んでも全然たまんないすることないので、こうやってアップルペンシル使うこともできそうですね。ちょっと重さが足りないので移動しちゃう可能性はあると思うんですけども、しっかりね押さえてれば全然アップルペンシル使えるんじゃないかと思います。で、一番高くするとよいしょ、ここら辺までは高くなるんで、これもね結構ここにキーボード置いてパソコンスタイルとして iPad mini を使うこともできるんじゃないかなと思います。ちょっとこの底面の部分が少し小さめなんで、後ろに倒れちゃう心配はちょっとあるかなと思ったんですけども、その分ねこれ持ち運びできるってのが個人的に大きいかなと思うんですよね。このままポーチとかに入れてあげると持ち運んでどこでも展開できるんで、これはね iPad mini 使ってる方にとっては非常に便利なスタンドなんじゃないかなというふうに思いました。で、今回ね動画でちょっとやってみたいなと思ったのは、これね 12.9 インチの iPad Pro でもこれ使えるのかっていうのをね、せっかくだったら試したいなと思って、ちょっとねこの動画でもやってみようと思います。じゃあこの今回はこのユーグリーンね、最初から付属してたこのリング、これ使おうと思います。これをじゃこのアップルのねリンゴマークの真ん中にしながらここに貼り付けましょう。どうだろうか。ヒンジは結構硬いんで意外とね信頼できそうな感じがします。じゃちょっとねいざ 12.9 インチを乗せてみます。パチッとくっつけて、はいと、おー全然いける。意外とこいつね丈夫、ほら今、ね、手押さえてないですよ。押さえてなくてこうやっても、ちょっと動くは動くんですけどね、ちょっとねこの重心が上に来ちゃってこう動いちゃうとはあるんですけども、全然使えますね。本当にもう iPad 固定したいよってだけだったらこういったスタンド使うのもありなんじゃないかなと思います。で、一応質問あるかなと思ったんで補足しておくんですけども、このねユーグリーンとかの背面のリング、これつけた状態でマジックキーボードとか使えるのかっていう話なんですけども、これ全然使えます。ちゃんとくっつくし
トラックパッドも動いてますよね。今こうやってロック解除する画面に行くこともできるんで、この背面の裏のリングっていうのはつけたままでも全然ね、他のアクセサリーに影響することはなさそうです。そしたら次は3つ目はですね、同じスタンドなんですけども、もうちょっとしっかり使える、かつちょっとね、他のユニークな使い方もできるようなスタンド製品見つけたので購入してみました。それがですね、こちら、じゃじゃーんと、はい、僕のチャンネルでおなじみのボヤタのマグネティックタブレットスタンドっていう製品ですね。こちらも先ほどと同じようにパッケージ見ていただくと iPad を固定するスタンドになってるんですけども、ちょっとさっきとは毛色が違う製品です。実際開封してみていきましょう。はい、パッケージ開封するとこんな形のスタンドなんですけども、これ底面が結構さっきよりも広いですよね。でかつここのアームの部分、これは固定性になってるんで、ここヒンジとかないです。唯一この先っちょの部分ですね、ここはヒンジになっていてぐるっと回転することができるんで、ここだけの調整機能があるような、で結構シンプルなスタンドになっております。ただ先の U グリーンと違うのは、結構ね、台座が広いかつ重いんですよね。なので大きめの iPad とかをしっかりと固定するときは、このねボヤタの方が優れてるんじゃないかなというふうに感じました。ちょっとこれ実際つけてみましょうか。さっきの iPad mini ね、もう iPad mini なんかこんなの全然楽勝でバチンとくっつくんで、はい、こんな形で問題なく使うことができますと。で今作ってみた感じ、これねマグネットもめっちゃ強力ですね。U グリーンのものよりも数段ね、ここのマグネット強力かなと思ったんで、やっぱりこのね 12.9 インチとか大きなタブレットをつけるように結構コールされてるような気がします。なのでこれ 12.9 インチつけてみると、はい、こんな感じでかなり安定してつけることができます。でもちろんねマグネットなんで、こうやって角度を変えて、はい、つけることもできますと。でここのヘッドの部分だけ角度変えれるんで、まあ、しないと思うんですけどもね、こうやって上を向かせたいとかで、一番下まで向かせるとどこまでいけるかっていうと、はい、結構いけますね。もうこんな感じのギリギリ何に使うんだっていう角度まで、もう前傾姿勢までね倒すことができますと。この前傾でもちゃんと iPad 12.9 インチを微動だにせずね保ってくれてるのは、このマグネットのやっぱ強力さなのかなというふうに感じました。ここのマグネットねめっちゃ強力です。で基本的にはこんな形のシンプルな固定式のスタンドなんですけども、一つだけ面白い機能がありまして、それが何かっていうと、ここですね、ここの底面とアームの部分、ここをこれパチッと押すことによって外すことができるんですね。このまま持ち上げることができます。なのでこれが自撮り棒になるよっていう使い方もできるんですよ。はい、こんな感じで本当にねちょっとしたシンプルな短い自撮り棒なんですけども、一応このヘッドの部分調整することができるんで、こうやって伸ばした上でヘッドを自分の方にこうやって向けますと、するとちょうどいいね自撮りしやすい角度になってくれるんで、このままね街で自撮りすることもできますみたいな、まあ、こういったちょっとした機能ってのがプラスオンで追加されております。でこのアームの部分もかなりね強度はあるんですけども、こんな形でプラスチックが肉抜きされてるようなデザインになってるんで、これめっちゃ軽いんですよ。なので自撮り棒として持ち歩いても全然ね重さとか苦にならないので、こういった使い方もありなのかなというふうに思います。あとはこんな感じで背面にリングをつけた iPad とか iPhone とかたくさん並べて、このアームを使ってね iPad スクイーみたいな形でこういうゲームもできるんじゃないかなと思うのはちょっと冗談です。すいませんでした、まあ、ただねここからね、この置いてる状態からマグネットだけで持ち上げられるぐらいこの磁力が強いっていうのはね、ちょっとこの実験で分かってもらえたかなというふうに思います。そしたら最後ですね、最後はこちらです。はい、これねワンプールさんっていうとこのスマホのラバーバンドみたいな製品なんですね。これも結構面白かったんでご紹介します。これどういう製品かっていうと、こういったゴム製のバンドなんですね。でこの上下こっちと反対側の端っこはちょっとフックみたいな引っ掛けられる形状になってるんですよ。なのでこのままですね iPad のこの四隅の対角線にこのフックを引っ掛けると、こんな感じでここに腕を通して iPad を簡単に固定して持つことができるんですよ。まあ、非常にシンプルなんですけども、これは結構面白いなというふうに思いました。全然ね揺らしても落ちる気配ないし、表側見てもギリギリこのヒンジにちゃんとねフックがかかってるんで、液晶がね干渉することもなく使えます。用途としては本読みたい時とか長時間この iPad を持ってなきゃいけない時に、こう自分で握り込むと結構大変だと思うんですけども、こういったバンドを使えばかなり楽に iPad をホールドし続けることができるんで、まあ、読書をするとか、あと外で iPad を使ってる方とかね、そのフィールドワーク的な iPad を使ってる方も結構多いと思うんですよ。建築現場の方とか、そういう時も落下防止でこういったものをつけておくと安心感があるんじゃないかなというふうに思います。でこれ一応 iPad mini 6につけてるんですけども、サイズとかあるのかな、ちょっとね 12.9 インチ iPad Pro でも試してみますね。多分これはね無理かなと思う。適正サイズがある気がするんで、よいしょ、
あ、一応いけましたね。一応この 12.9 インチ iPad Pro でもいけました。ただちょっと 12.9 だとあの iPad が重すぎてちょっとね不安定さがあるかなと思います。こう動いちゃうんですよね、こうやって。なので、まあ、使うとすれば僕的には11インチの iPad Pro までかなっていう風な感じがしましたね。iPad mini とか iPad Pro 11インチとかまでの大きさだったらこの辺に遊んだりすることなくピタッとこれ離してもこの iPad がこうずれることなくね使うことができるんで、こういった形で長時間 iPad をホールドするときはこういった製品使ってもらえるといいのかなというふうに思います。はい、というわけで今回は iPad mini に使えるいろんな周辺機器ねいくつかご紹介したんですけども、 iPad mini って本当に一番いろんな用途ができると思うんですよ。最初にご紹介した画面出力に対応しているケーブルとかを使えば iPad mini のサイズなのに24インチとかね27インチとか大きなディスプレイに投影して iPad の画面を映すこともできるし、2つ目にご紹介したスタンドを使えばキーボードと一緒にね組み合わせてちょっと PC ライクにね文字入力をすることもできるし、最後にご紹介したバンドとかを使うと iPad mini を本当にねこう手でキープしながら外でアクティブに使うこともできると。本当にいろんなシーンで使うことができる iPad だからこそそのシーンに合った周辺機器ってのがいろいろあるかなと思ってるんで、今日僕が紹介したね周辺機器一つでも皆さんの参考になっていれば幸いでございます。というわけで今日の動画はここまでです。今日の動画少しでも面白かったよとか参考になったよと思った方は動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いします。もうすぐねチャンネル登録者40万人なのでそれに向けて今頑張っております。よければぜひね登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。